ここ蛇の頭落ちてきました。7つの頭です。ここの頭で胴体ずっとつながってますね。で最後に尻尾をあちらにやったんですけども、同じです。またアンコールトムの南大門でまた綺麗、綱引きもっと綺麗です。これがですね、ナーガという名がついてます。ナーガだけに蛇ですね。そしてこちらの方が橋の欄干なんですけども、これ全部仏像だったんですけども、頭が全部と持ってかれちゃいました。え、ここの名前は忘れました。聖なる聖なる剣、ガルダと呼ばれる石像、あの壁にある支えるような頭、鳥、体、人間です。インドネシアもあるし、タイもありますね。ビジネス犬の乗り物。え、ビジネスの乗り物だって、なんかあの時代は違うから、あの彫刻の様式はちょっと変わります。アンコラとはもっと古いのは、こうガルダは入ってないです。コブラで頭だけ、蛇だけで、はアンコールトムの下いる、ね、アンコールトム様式はちゃんと。So I just decided I would.